バルター・ノボトニーは第二次世界大戦で連合軍航空機を258機撃墜したドイツ空軍のトップエース。愛称は、ノび、ボルホフストロイの虎の異名をとる。第二次大戦での最終階級は空軍少佐。1920年12月7日オーストリアのグミントで生まれ、1939年10月にドイツ空軍に入隊。 当初は急降下爆撃機搭乗員を希望していたが、戦闘機搭乗員としての適性に優れていたため、地元ウィーンのシュベヒャト戦闘航空兵学校にて戦闘機訓練を受け、1940年12月1日に第54戦闘航空団グリュンヘルツの連勢中隊に配属される。FW190A-4JG54 時代の蒸気モデル1941年7月19日の24回目の任務でサーレマー島上空で2機の I-153 を撃墜し初撃墜を記録するが、後のソビエト空軍エースのアレクサンドル・アブデーフの攻撃により機体を損傷させ、リガ湾に不時着水し、3日間の漂流の後ラトビアの海岸に打ち寄せられることになった。 1942年2月には、同航空団の第9飛行中隊に転属し、56機撃墜の功績により、騎士鉄十字章が授与された。彼の撃墜ペースは遅かったが、1943年6月、飛行急撃にピッチを上げ、同年10月14日は442回目の出撃で世界初の250機撃墜を達成する。しかしその後、 彼の戦死を恐れたドイツ軍は地上勤務を命じ、ここで彼の撃墜記録は一時的にストップしてしまった。目 262A-1R のボトニー、蒸気モデル。戦死した1944年11月8日もこの機体で出撃した。1944年には訓練部隊の第101戦闘航空団司令を務め、Z 戦闘機、 メッサーシミット目262のテスト飛行に参加。同年9月26日には、初のジェット戦闘機部隊コマンドノボトニーの指揮官となり、10月7日には B-24 を一機撃墜し、1年ぶりの敵機撃墜となった。ノボトニーの母飛動年11月8日、基地にアドルフ・ガーランドが訪問している中で出撃し、アハル上空で b と、 P-51 を一機ずつ撃墜。しかしその直後上機にエンジントラブルが発生、速度が落ちたところを、アメリカ陸軍航空隊、第8航空軍第364戦闘機軍、所属リチャード W ・スティーブンス注意登場の P-51 に撃墜され戦死。また、友軍の対空砲火に当たり墜落したとの説もある。 ノボトニーの登場機は高速のまま墜落したために、機体及び彼の遺体は完全に粉砕され、遺体については指先2本のみが回収されただけであったと言われる。国葬の後委員中央墓地に埋葬され、現在は道墓地の中央区画に墓碑がある。また彼の登場機が墜落した地点にも慰霊碑が建てられている。ありがとうございます。